人救えねえ奴が木陰になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。ナルト疾風伝ナルティメットアクセル2。ナルト、それにサクラだ。その声は、やっと見つけたってばよ。サスケ、サスケくん、こんなところにまで何の用だ。お前を、お前を連れ戻しに来た。子供のままだな、ナルト。お前には火影になるっていう夢があるんじゃなかったか。サスケ君。ナルト。早い。あの時のお前は俺の気まぐれによって助かった。けどな、今度は俺の気まぐれでお前は命を落とすんだぜ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。ってばよ。そうだのう。はしゃぎよって。
気じゃねえんだから、そんなに騒ぐなっての。仕方ねえだろ、久しぶりなんだからさ。いいか、ナルト。確かにお前は強くなったが、精神的には。ナルト？ナルトなの？さくらちゃん？いつ帰ってきたのよ、久しぶりじゃない。うわー、ほんと久しぶりだってばよ。ってわけで、修行は終わったんだけど、ほんとエロ仙人ってば容赦なかったってばよ。どれもこれも全部お前のためだっての。ああ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。あ、どこ行くの？あんたね、里に帰ってきたならちゃんと綱弟師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも綱弟のばあちゃんか、ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さ、それじゃ行くわよ。おっす。うん、いいだろう。この通りに進めてくれ。了解っす。しっかり頼むぞ、二人とも。入れ。師匠、ジライア様とナルトをお連れ。はぁ？しかまる？って、おい、ナルトじゃねえか。こいつ、あのチビか。変わりないようだな、ナルト。綱手のばあちゃんも、みんな久しぶりだってばよ。そうか、修行は無事に終わったか。ニヒヒヒ、俺ってばバッチリ強くなったからな、どんな任務でもこなしてやるぜ。おお、なかなかの自信ですね。ふん、だったらその自信が本物かどうか試させてもらおうか。どういうことだよ。証し。よ、元気そうだな、ナルト。ナルト、そしてサクラ、これからお前たちには試験を受けてもらう。試験ですか？なーに、別に難しく考えなくていい。お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取り？なんで今頃？お前たちがこれから共に任務を行えるかどうか、その見極めをさせてもらう。見極め？試験は演習場で行う。
準備が整ったら来るように。いいな。おう、それじゃ待ってるぞ。今度は失敗できないわね。ああ、修行の成果見せてやるぜ。おお、来たな。それじゃ始めますか。ルールはこの俺から鈴を取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を取ることはできないからな。今度は絶対奪ってやる。うん。どうやら今回俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くぜ。戦闘開始。うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。よっしゃ。うれー。殺される。なに。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。おう。これからの任務に関しては後々説明してやる。
とりあえず今日はこれで解散だ。体休めとけよ。さてと、演習も終わったし。やっぱここは一楽で決まりだな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に行かね。ううん、今日はやめとく。ちょっと用事があるし。そっか、用事があるなら仕方ねってばよ。あんた、久しぶりの一楽でしょ。私に構わないで、行ってきなさい。うん、分かったってばよ。よし、そんじゃ一楽ラーメンに直行。どこだ兄ちゃん。こんなとこでキョロキョロしてなあ。この辺りで紙切れ?とにかく紙切れを見つけたら俺に届けてくれないか。まあそれくらいお安い御用だけど。ナナ、兄ちゃんが探してたの。それだ、持ってきてくれた。それって何？とりあえず大切。これは俺が書いてる日記。日記？なんで日記？恥ずかしい話だが、日記帳が壊れていることにずっと気づかなくて、知らないうちにかなりの枚数の日記を落としてしまう。かなりの枚数って。まあな。仕方ねえな。お前の申し出は嬉しいが、他のページもこの辺りに落ちてんだろ。いや、これまたいい。え？俺は各地を旅をして。だから日記は各地って。あ、だから。ああ、もういいよ。どうせ俺ってば任務とか依頼とかでいろ。そ流しとけ。ああ、頼むな。久しぶりだな、ナルト。イルカ先生。うん、めえ。やっぱラーメンはおっちゃんとこに限るってばよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。イルカ先生もラーメンサンキューね。今日は帰郷祝いだ。どんどん食べていいぞ。幸せだってばよ。しかしこれからが大変だな、お前は。え、なんで？ん？聞いてないのか？お前の同期で中忍になってないのはお前だけって話は。じゃあ、さくらちゃんも？ああ。なんだ、本当に聞いてなかったのか。俺はてっきり次の試験にお前が出るものだと。そうだ、あいつはガーラはどうなったんだってばよ。ガーラ？うん、特別
特別ってどういうことだよ。実はな、あの子は砂隠れの風影になったんだ。風影。おかげを目指してるお前としては先を越されてショックかもしれないが、そっか。そっか。やっぱガーラはすげえってばよ。ナルト？あいつは頑張って頑張ってすんげえ努力して、そしてみんなに認められて風かけになったんだ。よーし、俺も負けてらんねえってばよ。そろそろだな。油断すんじゃねえぞ、デイダラ。相手は人中力なんだからな。オイラの術は全て芸術だ。それにちゃんと準備はしてきている。うん。まあ、サソリの旦那は見てればいい。あんまり待たせんなよ。一尾四角の人中力。砂漠のガーラか。どんなものか楽しみだ。潜入成功。ん？おお、よくオイラの潜入に気づいたな。さすがは砂隠れの風かけってとこか。ん？この砂漠にあんな鳥はいない。隠密行動は失敗だな。しかしてめえを探す手間が省けたぜ。その衣、お前が暁か。お前の好きにはさせない。これは結構楽しめそうだな。勝てない。これで終わりだ。終わりだ。皆さん、 Thank you.
めろ。勝負あり。その程度か。話にならない。こいつは想像以上だな。だが、しまった。戦っている隙にお前の砂に起爆粘土を混入させてもらった。砂を常に身近に携帯しているのがアダトだった。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、ノルマクリアだ。この先だな。あまり時間はかけられねえ。速攻で捕まえてやるじゃん。
ガーラは返してもらうぜ。仕方ねえな。ここは俺がやってやる。楽しめそうじゃねえか。悪いが、一瞬で蹴りをつけさせてもらうぜ。できねえぜ。俺からじゃん。グッズ袋からす。そう、ね、触れ。余裕じゃん。おお、筋はいい。だが、そろそろ毒が回ってきた頃だろう。まさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは。お下がりだと。まさか、てめえが。傀儡部隊の天才造形師と謳われたあの赤砂のサソリだったのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が。お前などに話して何になる。
腹も膨れたことだし、綱手のばあちゃんに任務の催促でも死に。屋敷の例えばどういうことだよ。ちょっと術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ真術を作ろうとしたんだ。どうにも組み合わせが悪かったらしくてな、何度やっても制御できないんだよ。ったく。そんじゃさっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。ふーん、だからさっきエロ仙人を倒した後術が解けて木人形になったのか。でももう木人形は倒したし大丈夫だよな。次は失敗しないでくれってばよ。いや、そうだな。実はすでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな。これが。ええー。だ、安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、そういう問題じゃねえ気がすんだけど。というわけで、ナルト、お前いきなりだな、ばあちゃんってば。あ、お前はこれに書かれた木人形を倒してこい。それがお前。
前の担当分だ。あのさ、俺の担当分だけでも結構な量なんだけど、ばあちゃんってば何回失敗したんだよ。うるさいよ。さあ、さっさと行け。ああ、了解だってばよ。さてと、引き受けたはいいけど、この任務って、明日からじっくり進めていこう。焦っても失敗したら意味ないし。はあ、さてと、今日は何しよっかな。ナルト、どうしたの、さくらちゃん。なんか急いでるみたいだけど。綱出師匠からカカシ班に緊急招集がかかったわ。何か良くないことが起こったみたい。良くないこと？今はとにかく師匠の部屋に急いで。カカシ先生はもう来てるから。おお、一体何事だってばよ。砂隠れに暁が現れ、風影を連れ去ったということだ。そんな。そこでだ、カカシ。はい。お前たちは直ちに砂隠れの里へ行き、状況を木の葉へ伝達。その後砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。はい。おい、落ち着けって。手まりさん、しかまる？ガーラが暁に連れ去られたというのは本当なのか？ああ、本当だ。けど、安心しろってばよ。今から俺たちが砂に向かうからよ。もちろん私も行くぞ。でも、この人の用事はもう終わってる。こっちは問題ないぜ。わかりました。よし、これからフォーマンセルで砂隠れに向かう。各自遅れないようにな。はい。待ってろよ、ガーラ。任せたぜ。じゃあね。